久保さん、YouTube ね、これからチャンスなんじゃないかなと思いますね。多分まあ、昔に比べると、まあ多分、大多数が、軒並み再生数はね、あの、下がってると思うんで、まあみんなモチベーションが下がってね、あのできなくなったりとかね、そもそもチャンネル登録1000人に行かず諦めると、ね、まあそれは昔からあったと思いますけど、多分まあ、今後その、あのー、ライバルはどんどん減っていくと思うんですよ。 だからまあ結局そのこんな感じですよね結局い、あの視聴者と視聴者は大した変わんないんですよでも発信者が変わってるんですよねうん視聴者が変わらないっていうのは日本の人口がね増えてるのかっていうとまあそもそも減ってるわけじゃないですか生まれてる人数がだからまあ視聴者は変わらないんだけど発信者が増えてるから全体のその平均再生時間だったりとか平均時間っていうのがまあこう落ちてきてると だけど、発信者がまた減ります。またちょっと増える。で、また増える。まあ、これを上下するのかなと思いますね。まあ、ほとんどの人が、まあ、結論、僕の見解ですけど、続けられないですね。多分続けられない <laughs>。これはね、間違いないと言っても過言じゃないですね、うん。昔はね、あの、ね、今より再生数だったりとか、まあ、久保さんが言うように、規約も薄かったですから、いろんな動画アップしても、まあまあ、いけた部分もあったと思うんですよ。 で今はどんどんんん規約が厳しくなってますんで、うん、なんか逆割りで逆にチャンスかなとは思いますけどね、うん、まあ厳しくなった方が厳しくなった方が厳しさを耐えてきた人が生き残るんでそうい <laughs> ってらっしゃい